ダーシー・バッセルダーシー・バッセルは、イギリス・ロンドン出身のバレエダンサー。13歳で、ロイヤルバレエ学校に入学。1986年、ローザンの国際バレエコンクールで入賞。1987年、サドラーズ・ウェルズ・ロイヤルバレエ団へ入団。バレエ学校在籍時から振付や、ケネス・マクミランに才能を見出されており、1988年に、 彼は、ベンジャミン・ブリテン作曲の、パゴダの王子の主役に、ダーシーを抜擢し、彼女を、ロイヤルバレエ団へ移籍させた。1989年にプリンシパルに昇格。その当時で最も若いバレリーナであった。眠れる森の美女のオーロラ役、白鳥の湖のオデットとオディール役、くるみ割り人形の、シュガープラムの妖精役、マノンのマノン役、ジゼルのジゼル役などが当たり役である。 また、マクミランの三人姉妹などを初演している。2006年、プリンシパルから引退することを発表。しかしゲストプリンシパルとして在籍するという。2007年6月8日、マクミラン振付の第一の歌の舞台で引退。この舞台は、ロンドンのロイヤルオペラハウスで上演され、BBC で生放送された。1997年に、 オーストラリア人銀行家と結婚。娘が二人いる。ありがとうございます。